2019年カレン地震は2019年4月18日現地時間13時1分に台湾東部カレン県で発生した M6.1 の地震である。震源の深さは1 8 8トル。中央気象局によると震源地のカレン県周林合同門村では最大震度7を観測した。また台湾全域で震度1以上を観測。首都の台北は 震度4だった。日本でも沖縄県の与那国町で震度2を観測したほか、石垣市と竹富町で震度1を観測した。日本の気象庁は当初地震の規模を M6.4 としていた。震源付近で落石などの被害があった。この地震により一人が死亡し、17人が負傷した。AB、台湾の河連県で M6.1 の地震。 落石が発生。駅が水浸し。現場を捉えた動画。ハフポスト。2020年10月31日閲覧。ABC。地震詩人第031公4月18日13時1分規模6.1カレン県政府政北方10.6栗。中央偽造局地震速報中心。web.archive.org。2020年10月31日閲覧。 台湾東岸、カレンで、M6.1 地震震源の深さ18キロ。毎日デイリーニュース、https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20190418スラッシュ k00 スラッシュ 00m スラッシュ030スラッシュ 11300c2020 年10月31日月ラ ?ab 気象庁地震情報 web.archive.org2020 年10月31日閲覧ストロング6.1マグニチュードクエイクヒッツ台湾インジャリング17ピープル au.news.yahoo.com2020 年10月31日閲覧ありがとうございます